はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はゲストにサルちゃん以外にサルちゃんの親玉みたいな杉入り派チャンネルの杉本先生が来ておりますよ。一緒に今日は参加させていただきます。ということでまずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾り柔らか仕立て。では早速いただきますよ。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。今日は昼から飲んでるけどまだビールがうまい、そんな感じです。はい、今日のおつまみ紹介していきますよ。これが牛肉、アメリカンビーフね。アメリカンビーフうまいからね。そしてこれが豚肉のガーリックペッパー焼き。これも安いけどうまいよ。そしてエリンギね。やっぱり焼肉にはエリンギでしょっていう感じやね。そしてイカ焼き、もう一回焼くよ。そしてこれを焼いてくれるのはやっぱり今日もこいつ。はい、出ました、屋台横丁さん。今日もよろしくお願いいたします。では早速焼いていきますよ。はい、では焼いていきますよ。今日は3人なんでね、俺の分と杉リハチャンネルの杉本先生のと、はい、名人のやつ3枚焼いていくよ。3枚でちょうどやね。そんな感じなんで少々お待ちください。はい、そして今日のスパイスはこの淡路島産のガーリックスパイスよ。これうまいからね。はい、こんな感じでさらにお待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。ちょっと赤いぐらいがちょうどいい、そんな感じですよ。では早速いただきますよ。このね、ガーリックスパイスが牛肉に合うからね、俺大好き。この湯気見ていただいたらいいけど、熱々よ当然。いただきます。はい、これはビールに合う。はい、では杉本先生、はい、食べてみて。いただきます。アメリカンビーフうまいよ。いただきます。おいしい、おいしい。また何言ってるか分からへんねもう昼に引き続き言ってるのがわからないね。ビールに合うかな。うん、ビールに合う、そんな感じね。はい、次は
豚肉のガーリックスパイス焼き。これうまいからね、安いのに。もちろん今回も3つずつ焼くよ。そしてこのね、エリンギもうまいからね、ちょっとスペースが、はい、はい、こんな感じかな。では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。では早速いただいてみるよ。はい、まずは豚肉のガーリック焼き。これほんと安いのにうまいから、スーパーで結構人気やね。俺も大好き。いただきますよ。はい、これやばいよ、めっちゃうまい。ビールが進むくん。本先生、はい、このエリンギ食べてみて、めっちゃいい感じやから、はい、エリンギいただきます。あ、ごめん、ちょっとタイム。はい、今日の焼肉のタレ紹介するの忘れてたよ。ジョジョ園の焼肉のタレ、高級な焼肉のタレですよ。これで先生食べてみて。はい、ごく相変わらず何言ってるか分かれへんね。そんな感じで。でもうまいの？でもビールに合うの？ビールに合う。ビール飲んでないのにビールに合うとか言わないでくれるかな。うん、ビールに合う、そんな感じで。はい、俺もエリンギいただくよ。エリンギって食感がいいよね。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目は札幌クラシック。これは杉本先生の差し入れですよ。ありがとうございます。北海道からわざわざ持ってきてくれてと言いたいところやけど、なんか大阪のなんかアンテナショップで買ってきてくれたみたい。それでも同じクラシックやからね、俺にはありがたいよ。そんな感じでいただきますよ。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で、本麒麟ちゃうわ、クラシックで乾杯。やっぱり札幌クラシックはうまいね。そんな感じです。はい、杉本先生もちょっとクラシック飲んでみて。自分で持ってきてくれたやつやけど。はい、これ美味しいよね。北海道の定番やけど、この辺ではたまにしか売ってないからね。はい、飲んでみて。クラシックうまいよね。うん、うまいです。そんな感じ。
はい、そして次はイカ焼き。やっぱりスーパーでイカ焼き売ってると嬉しくって買いたくなるよね。では杉本先生が食べます。はい、いただきます。はい、どうぞ食べてみてください。すいません、ちょっとやばいよ、やばいけど、ビールに合うかな、ちょっとやけどした感じ。うん、もう、うん、大丈夫。うん、はい、じゃあビール飲んでみて、クラシックに合うかな。うん、札幌クラシックに合う。今日もうまいものを食べて、なんかいい感じにほろ酔いになってるよ。ほんと杉本先生のクラシックうまいね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。いやー、ちんさん、これはですね、いつもの本麒麟のショート缶、サルちゃんの定番のやつやけど、今日はお客様来てるからね、俺の弟子の杉本ちゃんが来てるから、俺はクラシック飲めると張り切ってたのに、おばはん、今日はそっちじゃなくてこっちに座ってる、おばはん、なんで俺クラシックちゃうねんって言いたいわ。本当にあのおばはんやばいね。ちょっと気引かしたらいいのにね。え、サルちゃんじゃなくて杉本ちゃんな、うなずいてるな。やで、おばはん、ほんとおばはんは性格悪いからね。でもとりあえず本麒麟だけもらったんで、お礼だけは言っとかなあかん。しゃあないね、しゃあなしで言うよ。おばはん、おばはん、今日はそっちに座ってる、おばはん、今日はなんか普通の本麒麟のショート缶くれてありがとうの。それだけ言っとくで、そんな感じで今日はなんかいいのか悪いのかようわからんけど、俺の弟子の杉本ちゃんが来たんで、なんかちょっと気分いい感じです。以上。そうやったよね、サルちゃん。いつから杉本先生の弟子じゃない、親方になったの、よう分からんけど、もうほんとだいたい会うの今日初めてやろって俺は言いたいよ。そんな感じやけど、そろそろ杉本先生エンディング行こうか。はい、はい、というわけで今日は特別ゲストのスギリハチャンネルの杉本先生に北海道からわざわざ来ていただきました。よう分からんけどこの人頭おかしいんちゃうと俺は思うけど、まあそれは置いといて、今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろっけー。